東口駅舎西鉄二日、市駅は福岡県筑紫野市二日、市中央六丁目にある西日本鉄道の駅である。駅番号は T13、九州旅客鉄道鹿児島本線の二日、市駅とは徒歩12分程度の位置にある、駅北側構内に市境があり、一部は太宰府市に属している、四面五線の島式ホームからなる地上駅、乗り場は七つ。 天神大牟田線が2面4線を使用し、その東側に2面3線の大財布線用のホームが配置されている。大財布線用の1番と2番、3番と4番の2組のホームは、それぞれ1本の線路を挟んでおり、通常は2番以外のホームを使う。大財布線は、福岡方面ではなく、大牟田方面に直進する線形となっているため、天神大財布直通列車については当駅で、 スイッチバックする。このため、太宰府から福岡方面に向かう列車は当駅出発後に天神大牟田線の上り本線を横断する形となっている。なお、廃線の都合上、太宰府線に直通する列車は5から7番線には進入できない。また、1番から2番線の大牟田側に車止めが設置されている。古戦橋は福岡側のエレベーターエースカレーター付きの 新古線橋と大牟田川の従来から、ある階段だけの古線橋の二つがある。全列車が停車する。一部の急行は当駅から各駅に停車する。天神大牟田線の本線は5.6番線になるが、下り特急、急行の一部は副本線である4番線に停車する。出入り口は、西口と東口の二つがある。西口は、橋上駅舎で、エスカレーターやエレベーターがない。 後に作られた東口は、地上駅舎で一番乗り場に直結している。そのため、身体障害者は東口に回るか、駅勤務員の補助が必要。なお、西口には、車椅子をご利用の方は、東口をご利用ください。と書かれた張り紙がある。列車案内システムの更新に伴い、ホーム及び改札口の発車表は全て日立製の、大型 LCD のものに切り替えられた。 乗り場2018年度の1日平均乗降人員は2万1467人であり、西鉄の駅としては第7位である。当駅は長期にわたり第5位の利用者数であった。しかし、2016年度にいじり駅に順位を抜かれ、第6位に降格。2017年度には春日原駅に抜かれ、第7位に降格した。2010年度は紫駅が開業したことも起因し、 2000人以上の減少となっている。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は、下表の通り、学校学習塾、バスセンター西口、東口とも駅前からバスが出ている。担当営業所、西鉄バス現営業所、22番の三月の裏営業所西口、編集早朝の一本のみ運行、朝方のみ運行、東口、 編集西日本鉄道天神大向田線、特急大橋駅に鉄二日、市駅西鉄久留米駅、急降下大駅に鉄二日、市駅、朝倉街道駅普通とフロー前駅に鉄二日、市駅紫駅ラザイ線に鉄二日、市駅西鉄五条駅、ありがとうございます。